アンソニー・アレン・デルーは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、カーライル出身の元プロ野球選手、野球指導者。2001年のドラフトで、アトランタ・ブレーブスから11巡目指名を受け、同年6月6日に契約を結んだ。2005年9月4日のシンシナ・ティレッツ戦で、メジャーデビュー。2006年は、トリプル A 級リッチモンド・ブレーブスでプレーするも、9月1日に、 昇格し、翌日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で2インニング登板する。2007年5月8日のサンディエゴ・パドレス戦で、メジャー初先発を果たし、6回を2安打に失点7、脱三振の高騰を見せ、メジャーでの自己最速96マイルパワーを、掲示するも勝敗はつかず、6月20日には、トミー・ジョン手術を受けた。2008年6月20日のルーキーリーグの試合で1年ぶりに、 実戦復帰。1ヶ月後には、トリプル A 級リッチモンドに復帰する。2009年3月5日に、ロースターから外され、10日にブレーブスを解雇された。3月18日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結ぶ。A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでシーズンを過ごし、9月24日のボストンレッドソックス戦でメジャー復帰を果たす。年は、 トリプル A 級オマハロイアルズで開幕を迎え、6月16日にメジャーに昇格。翌日のヒューストンアストロズ戦に先発し、6回3、アンダー2失点7奪三振と高騰するも勝敗はつかず、6月28日のシカゴホワイトソックス戦で6回、3アンダー1失点4奪三振の高騰でメジャー初勝利を挙げた。しかしその後は3連敗を喫し、 トリプル A 級オマハに降格した。オフにはベネズエラのウィンターリーグに参加し、11月21日の試合でベネズエラのウィンターリーグ史上16人目となるノーヒットノーランを達成。2010年11月16日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を交わしたが、12月25日に福岡ソフトバンクホークスと1年契約を結んだ。 2011年は一軍登板が4試合に止まり、12月2日に戦力外通告を受けた。2012年1月16日に韓国プロ野球、キアタイガースと契約を結んだ。キアでの登録名はアンソニーとなり、チーム最多勝値となる11勝を記録し、先発ローテーションを守り続けた。2013年は抑えとして起用され20セーブを挙げたが、 内容は悪く次第に打たれるようになり、7月に2軍へ降格し、7月24日、ウェーバー工事され対談となった。2014年4月11日に、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。5月20日にロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムとマイナー契約を結んだ。オフに FA となった。2015年は再びヨークレボリューションと契約し、 同年限りで、対談、2016年以降は、どの球団とも選手契約を結ばず引退となった。2019年1月7日、キアタイガースと三軍投資コーチとして契約した。平均球速90マイルパワーで、最速96マイルパワーを誇る速球と、80マイルパワー前半で、スプリッターのような軌道を描く、チェンジアップを中心にスライダー。 カーブを交える一方で、基本類らが多い。ありがとうございます。